どうもこんにちは。それじゃあ続きからやっていく。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。そうなんですよ、いよいよ仕上げに向かって進んでいきます。そう、前回ここにパテ塗りましたよね。で、これを今日は削っていって、ひたすらもう板金作業ばっかりです。まあ途中でエアロの、設計変更とかあったら切るかもしれませんけど、まあ基本これのもう仕上げに向かっているというようなイメージですね。いやー、もう随分進みました。そして、今やってるのはケバケバですね。 FRP のケバケバ落としたり、パテの段差を平らにして、でそこにパテをすり込んでいくという作業があるんで、まあ全体的に慣らしてる感じですね。ルーフに関しては重力で樹脂を落とすので、まあこの辺はあんまり気にしなくて大丈夫です。今日はもじもじくんスタイルです。とりあえずこれで粗削りを飛んで、今から、ポリパテ入れていきます。ポリパテ入ったらもうあとは結構早いと思います。そして次の作業がパテ盛りですね。ここはもう樹脂パテ入ってるんで、ポリパテで上から入れていきます。まあ樹脂パテ入れる理由としては痩せないってことですね。ポリパテだと痩せたりするんで、メインで使えないんですよね。造形の場合はもう本当に薄塗りぐらいしか使えないのでっていう感じです。でしごき倒してポリパテをすり込んだら、次、残りの面もやっていきます。いや本当に作業が地味ですね。これ動画になるんですかね。まあそんなことで、とりあえずもうひたすらやるしかないんでやっていくっていうようなイメージです。リアバンパーもこのまあ厚みぐらいでやっぱりちょうどいいかもしれませんね。ちょっと前後をちょっと細くしようかなと思ったんですけど、このままの方が良さそうですね。ポリパテやっとバックドアに入りました。で今からやるのはこのコーナーを一回全部接続した状態で固めます。で、固めて、固まったここを全部板金して一つのコーナーポストにしてしまった後に、ここのね3ウェイのコーナーをある状態で作ります。でこのコーナーパネルを、全部共通なんで、4つ作れるように型を起こせば、それぞれにコーナーパネルがついて、これからねプロトタイプじゃなくてもコーナー R をつなぐだけで、まあ、これが出来上がるってことで、とりあえずねこんな感じで板金して、作業をどんどん進めていきたいと思います。リアバンパーはもう削って側面と一体になりました。こんな感じで、で R もねようやく見えたんで、まあここから絞るように上のアーチに変えていくって感じですね。よっしゃ。続いてオーバーフェンダーの成形です。ここももうパテがほとんど入ってるんでめちゃめちゃ楽です。やっぱり下部のベースは大事ですね。ここがデコボコだともうパテをひたすら入れなきゃなんないんで大変なんですよ。もうこの時点で面が出てるんでむちゃくちゃ楽です。というわけでパテをすり込んだら、あと乾いたら削るんですけど、今日は乾季のため全く乾かずです。乾きが遅すぎる。当然 FRP も乾きが悪くて何にも作業が進みませんね。ああそうっすね、とりあえず板金始めましたね。いやー、板金塗装屋さんなら分かると思いますよ。こういうオールパテ系ね、ゾッとしますでしょうね。まあまあ平坦なとこはね全然そんな2回ぐらいで終わるんですけどね、ちょっと R がついてるこういうとことかねちょっと時間かかりますからね。まあまあでも出面もぴったりいい感じになってきたし、これもまあもう時期と終わるな。でここのね側面パネルと、上もつなげました。もう連結されたんでガッチンガッチンに固まってますね。で、リアバンパーもこっからここまで来て一旦ねここで切ると思います。斜めにね
と出ないと。レアバンパーむっちゃでかいですからね。これでもでかいな。本来はオーバーフェンダーで取れた方がいいけど。よっしゃ。そう、今日の作業も板金です。そうですよ、もうじき完成が見えてますよ。もうね、2回目かパテを入れましたね。で、造形も大方終わりました。で、オーバーフェンダーもある程度もう成形ができたんで、もうあとはバンパーカットとかその辺ですかね。もうこれはね、削って、ポリパテ入れて削ればもう平滑になりますよ。はい、とりあえずね、この側面があと1回削って1回パテ入れたらほぼほぼもう成形完了ですね。で、エアロも、造形パテ入れてもうだいぶ削ってるんですけど、もうあと1回ぐらいで出るかなっていう感じですね。はい、フロントとか、まあ完成した順番にとりあえずサフェース拭こうと思うんですけど、その前にあのリアバックドアを分解して、木型をねちょっとどけなあかん作業があってですね、それをまあどけて、カエリーのねフランジの耳を、バックドアにつけていくと。なので、まあ、FRP と複合版の完全ハイブリッド、型でねバックドアを作っていきます。まあ、そのためにちょっとフランジをつけて、そこからですかね、とりあえずそこからですね。いやー、もうめちゃめちゃゴールは近いですよ。じゃあバックドアの耳が立ちましたね。これを前面に貼ればバックドアも完全 FRP 化のパネルになりますね。よっしゃ。あとパテが半乾き、ちょっと半乾きやな。 OK、 じゃあね、平滑作業していきますわ。他のパテもね乾き出してるけど、もうちょっと乾かしておきます。それではね、平面にこそぎ落としていきます。まあこれをやって、その後に削ってパテを入れると、少量のパテで済むって感じですね。まあ、この作業は大事です。そしてバンパーの板金ですね。まあ、これもだいぶ面が出てるんで、ここも早いですね。で、オーバーフェンダーに移行するって感じです。もう左側は完成間近って感じですね。あとね、エアロの耳をつけるのに、まあ1の固定がね必要なんで、これはバンパーカットしてからしかできないです。で、ある程度仕上げたら次の作業へ向かっていく。ね、順番にもうやっていきます。ですね、もうフロントカバー外れて、サフェーサー準備入ってます。で、次はリアバンパーをね、やっぱりここまで一体にしようと思ったんですけど、どうしても裏打ちしたりして歪む可能性あるんで、切ります。で、そこのチリをきれいに合わせるということをもう重点的に考えることにしました。というわけで、ここでライン引いて、オーバーフェンダーぐらいまでこっちは行っていいのかもしれないですね。ここはちょっと切ります。じゃあ、カットラインをね敷いていきます。まあ、ここでバンパー切りますよっていうラインですね。で、今回はリアのサイドエアロの、リア側をオーバーフェンダーと、ドッキングさせた状態で、製作していきます。まあ、この車方が型を取りやすいというのもありますね。あと位置が決めやすいです。じゃあね、ここのザラザラ面も全部きれいにしていきます。それではカットしたサイドエアロを板金していきます。もうね、あとはもうパテを入れるだけでこれは終わりですね。で、その後耳をつけていくっていうような作業ですが、開かないようにボディに固定して耳をつけていきます。
びっくりしました。元芸能人の方が来られましたよ。まあ、とりあえずこれでサイドエアロを切ってリアバンパーと独立にさせました。リアバンパーがでかすぎて成形してる時に絶対歪むと思ったんですよ。だからもう切りました。でこちらも板金して綺麗に仕上げてサフェーサーまで向かってきます。よっしゃ、じゃあね、部品外してまだ仕上げの板金して、もうエアロ外しましたね。全部外しました。で、あとはサフェーサーまで拭いて、また塗り終わって板金またきれいにしてから、こっちに収めるって感じです。とりあえず左側面仕上げて、で次にこっちですね、リアバンパーをもう一回、ここで切って、また板金するって感じです。まあ右はねちょっとある程度板金終わってから切り取るんで、まあまだちょっと先なんですけど、まあ、とりあえずこんな感じで出来上がりのもんからサフェーサー行こうかなと思います。ようやくですね。うん、やっぱエアロありとなしでは全然違いますね。よっしょ、よし、じゃあ夜勤やるぞ。ここにね、リモコンついてますわ。あー寒いなー、畜生。さあ夜勤の作業はですね、うわ体が動かん、全然体が動かないですよ。はい、あこれも固まったな、ハンガー置きか。うん、ここも固まったんで、よしバックドア取り出しますか。それではね、作業の方ね、始めていきます。よし、とりあえず明日サフェース拭きたいんですけど、ちょっとわかんないですね。それではね、これがバックドアですね。バックドアのフレームの周りの縁です。これの補強をしていきます。でフランジを立てるんですけども、フランジ立てるとしっかりとしたねパネルになっていくんで、これはすごく重要なパネルです。ないとペラペラなんですよ。そしてここからは40分にわたる、早送りしてるから速攻あるんですけど、まあ手作業で板金していきます。ここ機械使えないです。あの削りしすぎちゃうんでね。あと手でなぞりながら削るんで、どうしても手作業っていう感じになります。40分が経った10秒。よっしゃ、全部削り切ったぞ。というわけでね、左側面終わりました。バテたわ。はい、というわけでね、もうあとバックドア固まるのは明日やし、はい、こんな感じでとりあえず今日の作業終わりましょうか。いやー、もう後ろまで削ろうと思ったんですけどね。まあまあとりあえずね、まあちょっとここも足場悪いですし、うん、明日ここを削って、こっち面とこっち面をとりあえず完成させましょう。いやでもちょっとだいぶ見えてきたからね、残りラストスパート頑張ります。